体験談から私もよく聞いてますんで、本当にまあ内容というのが栄養価の高いものになってます。じゃあ、まあね、あまり話ばかりですとね、面白くないと思いますので、まあ、順番に、順番に、はい、それか、やりたい人を。